なんかお笑い芸人の霜降り明星粗品氏が炎上してるみたい。なぜ炎上しているのか。それはどうもラジオで、熱海が終わったのはアナウンサーのせいと発言したことで炎上してるようなんだよ。では、粗品氏がどのような発言をしたのか、詳細を見てみて。昨夜のラジオ、霜降り明星のオールナイトニッポンより粗品氏の発言。静岡でロケするとき、いつも雨か曇り。宮崎アナウンサーが出るたび雨降るな、かっこ笑い。雨女なんちゃう、かっこ笑いっていじって、やめてくださいよ、って言われてて。ほんでその次の日、熱海が終わったもんな、雨で、宮崎アナのせいで、びっくりしたもん。やばくない？宮崎アナのせいで、熱海が終わった、だよ。熱海市で起きた土石流の件をネタにするとか、不謹慎にも程があるよね。だって、亡くなった人もいるんだし、未だ安否不明の方だっているんだよ。本当に信じられない発言だと思う。ちなみに、この発言が問題だと悟ったのか、スタッフから指摘されたのか、すでに霜降り明星は番組中に謝罪したようだけどね。でもね、この発言後、ある問題があって、なぜカラディコでは、現在該当部分が消されているようなんだよ。これってある意味、隠蔽みたいなものでしょ。ネットでも、静岡出身だから、粗品さんの熱海発言に結構ショックを受けてしまって、楽しい気持ちで聞けない。粗品の熱海終わった発言部分、ラディコ、TF で消されてる。粗品熱海、一週間もすりゃみんな忘れてるし、正直災害で亡くなるなんてよくあることやが、言ったらまずいって感覚なかったんか、もうちょい周り見えてる人と思ってた。問題発言や不祥事の定義は、後でいじられるかどうか、と思うんよ。熱海終わったはいじれんやろ。だからズムチンは不祥事ではない。粗品、熱海終わったって、今も行方不明の方がいるのに、ちょっと言葉足らず。粗品さんの熱海の発言、まあまあやばくないか、と思ったら、ちゃんと軽炎上してる。マジで宮崎アナがかわいそうだわ。もうこんなクズと、二度と一緒に仕事したくないだろ。人が死んでる大事故を、お前のせいだって、冗談でも最悪の誹謗中傷だわ。人を傷つけることを、面白いと思って言ってるなら終わりだな。完全に滑ってる、などと、批判殺到状態。ほんとひどいよね。しかも、該当部分を削除とか、どう考えても、さらに火に油を注ぐだけでしょ。まあ、粗品氏といえば、いろいろと批判的な声もよく聞くけれど、今回のは、完全に常軌を逸した発言だと思う。でも、この霜降り明星って、やけにテレビ関係者や吉本に守られてる感があるでしょ。だから今回の不謹慎発言も、何事もなかったかのようにもみ消されると思う。ゆるパンダは、そういったところがまた不快なんだけどね。とにかく粗品氏は、今後不謹慎な発言を慎むこと。そして、今回のありえない発言に対し、猛省するようお願いします。できれば熱海市の方々に謝罪をした方がいいと思います。よろしくお願いします。